セルゲイ・ハリトーノフは、ロシアの男性総合格闘家、キックボクサー。ソビエト連邦アルハンゲリスク州出身。プライドヘビー級、グランプリ2004ベスト4。リャザン高等空挺式学校卒業。ソビエト連邦ロシアソビエト、連邦社会主義共和国アルハンゲリスク州、プレセツクで、生まれた。音楽学校に入学し、アコーディオンを専門に学び卒業。 士官学校のリャザン高等空挺式学校を卒業後、ロシア空挺軍のパラシュート部隊第106新英空挺師団に所属した。11歳頃からボクシングを始め、16歳からコンバット散歩を始めた。そして、リャザン高等空挺式学校時代に総合格闘技と近接格闘術を始め、卒業後、ロシアントップチームからエミリアー・エンコ・ヒョードルの スパーリングパートナーとして呼ばれると、ヒョードルから、総合格闘技の様々なテクニックを学んだ。2003年10月5日、プライド武士道にて、プライドデビュー。ジェイソン、信長と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2004年2月1日、プライド27で、LA ジャイアントと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2004年4月25日、 プライドグランプリ2004開幕戦のヘビー級、グランプリ1回戦で、無理色忍者と対戦し、小勝ち。2004年6月20日、プライドグランプリ2004に ND ラウンドのヘビー級、グランプリ2回戦でセームシルトと対戦。マウントを奪ったハリトーノフは、足を使ってさらにシルトの動きを封じ、マウントパンチと、鉄椎打ちを振り下ろし TKO 勝ちを収めた。二千四年八月十五日、 プライドグランプリ2004決勝戦のヘビー級グランプリ準決勝でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦。試合のペースをつかまる判定負け。2005年6月26日、プライドグランプリ2005セカンドラウンドでペドロ・ヒーゾと対戦し、膝蹴りでダウンを奪い、追撃のサッカーボールキックとパウンドで小勝ち。2005年8月20日、 リングスロシアの重鎮であるニコライズウエフが立ち上げた、リングスエカテリンブルクの旗揚げ戦に参戦。フランスのピーター・ムルダーに腕ひしぎ十字固めで一本、勝ち。2005年10月23日、プライド30でファブリシオ・ベウドゥムと対戦し、2から1の判定勝ち。2006年2月26日、プライド31でアリスター・オーフレームと対戦。 試合開始直後にテイクダウンされた際に肩を脱臼し、サイドポジションからの膝蹴りの連打で自身初の TKO 負け。2006年9月10日、プライド無差別級、グランプリ2006決勝戦において、かつての同門であるエメリア・エンコアレキサンダーと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫し、2006年に入ってから2連敗となった。2007年2月24日、プライド。 33でマイクルソーと対戦。腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2007年、ロシアントップチームを離れ、ゴールデングローリーに加入。遺跡と共にヒーローズへの参戦を表明。2007年9月17日、ヒーローズ2007ミドル級世界王者決定トーナメント決勝戦で、アリスターオーフレームと再戦し、パンチによる TKO で勝利し、 リベンジを果たした。なお、この試合のみ、ゴールデングローリーではなく、クラブボルク班の所属となっていた。2009年4月5日、ドリーム8で、ジェフ・モンソンと対戦し、ノース・サウス・チョークで一本分け。2010年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2010で、水野達也と対戦し、右膝蹴りでダウンを奪ったところに、パウンドで追撃し、 小勝ちを収めた。2011年2月12日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォース、フェードア vs シルバで行われた、ワールドグランプリ1回戦で、アンドレー・アルロフスキーと対戦し、右フックでダウンを奪ったところに、パウンドで追撃し、小勝ちを収めた。二千十一年九月十日、ストリックフォース、バーネット vs ハリトノフのワールドグランプリ準決勝で、 ジョシュ・バーネットと対戦し、片方目で一本負け。2009年12月5日、K1 ルール初参戦となった K1 ワールド GP2009 ファイナルのリザーブファイトで、ダニエル・ニッタと対戦し、右ローキックで小負け。この試合は、ハリット・ディ・ファウストの怪我による欠場で、緊急参戦となった。2010年10月2日、K1 ワールド GP2010 インソールファイナル16の スーパーファイトで佐藤匠と対戦し、1RKO 勝ち。K1 ルールでの初勝利となった。2011年5月28日、ユナイテッドグローリー14マイティモーに 1RKO 勝ち。2012年からは、キックボクシングの試合をメインに活動するようになった。2012年3月23日、ユナイテッドグローリー15にてマーク・ミラーに1、RKO 勝ち。 2012年12月31日、ドリーム 18& グローリー4にて、グローリーグランドスラムヘビー級トーナメント2012の1回戦で、リコペホーベンに判定負け。2013年10月12日、グローリー11シカゴにてマイクスジムのダニエルサムに3から0の判定勝ち。2013年12月21日、グローリー13東京にて、 ジェロム・レバンナと対戦し、サンドダウンを奪い判定勝ち。2000年からアマチュアボクシングのキャリアを開始。2003年にタジキスタン代表として中央アジア大会に出場。銀メダルを獲得し、アテネオリンピックの出場計を獲得した。しかし、開催時期が重なったプライドグランプリ2004の出場を優先して、アテネオリンピックの出場は断念した。2004年に、 アジア選手権に出場。ハリトーノフが出場したスーパーヘビー級は優勝者のみがアテネオリンピックの出場権を獲得できたが決勝で敗れ銀メダルを獲得した。同年ロシア選手権に出場し決勝まで進出するも怪我のため決勝に出場できず準優勝に終わった。2020年9月11日プロボクシングデビュー戦でダニー・ウィリアムズと対戦し にある系を価値を収めた。バックボーンは、コンバットサンボ、ボクシング。特にボクシングは、マチアボクシングで、中央アジア大会やアジア選手権、ロシア選手権で準優勝した実績を持つ。ありがとうございます。